いや本当に天狗になってました。だって11チームオファー来たんですよ。もうすぐ通帳見ました。やべーみたいな。それこそアイドルじゃないんだっていう、はいはい、そうですね。だから初任給はねでした。ウルトラスポーツをご覧の皆様、さあ今回なんですけれどもコラボでございますよ。すごい方々にお話を聞こうと、そしてご夫婦揃って話を聞ける機会がなかなかないので私も緊張しておりますけども、ぜひ皆さんちょっとジャーナリスト魂が出てますんで、ちょっといろいろ聞いて、これは言えません、これはさみたいなところまでちょっと深掘りできたらなと思っております。増島達也さん、そして塩田玲子さんでございます。よろしくお願いします。まあ、ちょっとこのウルトラスポーツという番組ではですね、このスポーツの向こう側みたいな形でですね、いろんなことをちょっとお聞きしますので、もう小屋さんそれはもうさすがに言えませんっていうのはもうぜひぜひ言っていただいて、もうあのどん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 もう NG を出してほしいなと思っております。で、まあ今回お二方ので選手の時のいろんな、まあお金のこともそうだし、例えばその契約の時もそうだし、例えば人が例えばスカウトの時とかもそうだし、そんなことちょっとお聞きさせていただきます。そして、まあちょっと後半に向けてですね、まあ今お二方、まあ、独自のまあ道筋で、まあ、お二方とも夫婦ではありますけども、お二方ともこう自分たちのセカンドキャリアという形でキャリアをもう一つこう進んでいる中でのお話だとか思いだとか、ちょっとそういうのを聞かせてもらって、で、まあ、最後にこう僕からの質問にちょっと答えて、まあ、これをまとめるような質問がちょっと一つありますので、ちょっとそれをちょっとお答えいただきたいなと思うんですけど、まあ、一船からのこうやってご自身当時って何者入りって感覚ありました？そうですね、FC東京の時は本当に敵はいないと思ってましたから、ね、やっぱそうですか、いや本当に天狗になってました。それはもう自覚しちゃう、今思うと本当に天狗だったなって。あ、だって11チームオファー来たんですよ。いやすげえすげえ、11チームですよ、考えられない。ほとんどのチームが正式のオファーくれたんです。あの当時、まあ、野球とかでも最近はいろいろとスカウトの話とかこう、ね、表沙汰になるようになって分かったので、選手に要はスカウトの方がこう増しまく増しまくって形で、そうそう、だ毎日練習とかにスカウトの人がバーって来るんですよ。お、試合会場にもバーって作るんですよ、はい、じゃあ誰が増島を家まで送るかみたいな、スカウトの人が、お前送る、お前今どっちがリードしてる、お前かみたいな感じで、で一番こう候補になってる人が家まで送っていくとか、はい、僕いつもだから最後の夏ぐらいから試合会場じゃ地方でやります、はい、みんなバスで帰るのに僕だけスカウトの車で帰ったりして、それこそなんかほらこう例えば警報用車じゃないけど車のなんていうのランクでもみんな あいつプリウス、あ俺あの BM だけど、やっぱいい車で来ます。うわ、いい車で来るし、わかりやすそうだ、お台場でご飯食べて帰ってくるとか、すごいな。でなんかそうぜひ来てくれみたいな、はい、すごいその1時間2時間で僕を説得するじゃないけど、うん、みんなこうアピールしてくれるから僕はもう疲れて眠いのに来てくれ来てくれみたいな感じで、うん、今思うと調子乗ってたなって。あのまあ僕らの僕もいる芸能界ってところもそうなんですけど、やっぱり大人の人がチヤホヤすると分かりやすく人間ってやっぱり天狗になっていきますか。いや僕はなりますね。あ、全部やってくれる。へえ。いや、まあ、あれはダメにしますね。そうですか。何するにも、だから僕引退した時に、うん、飛行機を撮りたいって言ったんで、撮り方分からなかったんですよ。あ、そうなんですか。それを見て引いてました。これあの J リーグさんとかだと僕聞いたことあるのは、まず一番最初に入団した新人選手はメディア対応の講習がある。やりますよ、やるんですよ。で、いいインタビューと悪いインタビューをやら見させられて、それちなみにですけど僕そうだな、まあ、僕はいろんな人を見てきた中でのいいインタビュー悪いインタビューっていうのはインタビュアーが僕全てだと思ってるんですよ。でもね、その悪いインタビューの人、うん、久保達彦さんなんですけど、久保達彦さんが、はい、もうね、もうどのインタビューでも今日のゴール久保達彦さんのいいところが出ました、はい、やっぱり狙ってましたか、はい、はい、狙ってました、どうですね、はい、どういう感情でしたか、決めたゴール、ゴール決めた瞬間どうでしたか、あったら、うん、嬉しかったです、うん、とか、うん、もうアナウンサー一生懸命もう、ね、言葉を紡いでんだけど、なるべく多く喋ってほしいから言ってんのに、うん、嬉しいです、うん、次頑張ります、うん、もう切ろうとするんですよ、うん、
これがダメなインタビューですっていうのが新人研修で出てて、そうか、逆にいいインタビューはだから自分でこう感情を、何こういう思いでゴール決めました、みんなが喜んでる姿見て、次も頑張ろうと思いました、次も応援よろしくお願いします、今日はありがとうございましたっていう終わり。塩田さん、それこそあの時の、まあ要は日本のバドミントン界がバドミントンを普及させたいがために、まあ、させたいがためっていうのもちょっとおかしいです、させるために、こう小倉さんと塩田さんっていう、まあ、本当にこうマスコットキャラクターじゃないですけど、こう、うちはこっちを押していくんだっていうので、まだ広めたい一心じゃないですか、あれって。それはやっぱり分かってた上でのいろいろこう協議をしてましたから、もちろんですよ。そうですか。もちろんです、もちろんです。もうそれはなんかこう一つなんだろうな、最初はなんかこうそれこそアイドルじゃないのにっていう、でなんでヘラヘラしなきゃいけないのみたいな気持ちもすごいもちろんあったんですけど、でもやっぱりまあ一つはたくさんの人に応援してもらいたい、競技をメジャーにしたいっていう気持ちもやっぱりあったので、まあなんかでも一つ私たちの中でプライドとしてあったのが、なんかやっぱりそのなんだろう、人気先行になるのだけは絶対に嫌だねっていうのは言っていて、だからあの絶対にその全日本はもう自分たちが絶対に優勝して、まあ、日本一だから取材がたくさん来る、日本一だからこうみんなが注目してくれるっていう風になんか思えないと嫌だなっていうのはすごい一つプライドとしてあったの で、ちゃんとそこはアスリートとしてのちゃんとこう地方をバッて作るってことが大事だったってことですよね、それはもうブレずに2人でずっと話してたところもあるので、当時その真島さんがおっしゃったみたいに人が寄ってくるじゃないですか、やっぱり自分例えば真島さんとかチームメイトもいるんだけど、でもある程度自分が調子に乗ってるかもしれないっていうのを判断しなきゃいけないけど、例えば小倉さんが行って塩田さんがいるから、小倉さんの方からえれいちゃんなんかちょっと最近調子乗ってるっていう言い方はちょっと違うかもしれないけど、なんかチヤワヤされすぎて大丈夫とかっていうのってあったりしました？それは全くないです。そう、全くないし、あの小倉さんにそういうのを感じたこともない。なるほどね、それすごいわっていう感じですね、調子乗ってないとかない全くないお前もじゃないみたいな、はい、逆にもう怖かったんですよ、あ人が寄ってくるっていうことっていうのもありますし、うん、まあ、私たち基本的に海外遠征がすごい多いので、あんまり日本にいなかったっていうのもあるので、なんかこう日本に帰ってきた時にすごく人が自分のことを知ってるなっていう、なんだろうこの感じみたいなのがあったんですけど、でもまた合宿所に入ったりとか、こう囲われたとこで生活をするので、なかなか外部の人と会わないっていうのもあって、なのでそんなになんかこうそれこそあからさまにみんながチヤホヤするみたいな感覚もそんなにないんですよ、いつも。嘘だ、あんだけ嘘つけ、あんだけ俺知ってたから。いやね、だって初めてお会いした時にね、あれいるってね、大沢さゆりさんのね、面白いいるって思って、いやあれでチヤホヤされてないっておかしいよ。なんつうんだろうな、みんな知ってたじゃん。いやもちろんそうですけど、だけどなんか例えばナショナルチームとかでも、やっぱり私たちに集中して取材とかがあったりとかするんですよ、でそうするとなんかこうみんなを待たせてたりとかする時があって、でそういう時ね本当にすいませんみたいな、なんかそういう気持ちがあったりだとか、なんだろうな、申し訳ない気持ちの方が要はナショナルで動いてるから そ、ね、そっちの方が大きかったと。そうです、そうです。であとだんだんオリンピックとかが近づくにつれて、本当に自分の想像を超えた、注目があるんですよ、だから今思えばそんなに多分注目もされてなかったし、そんなに責任は感じなくてよかった、まあ、注目されてたんですけど、されてたでしょ、されてました、されてたんですけど、なんかそこまでなんか重圧として感じなくてもよかったんですけど、本人が感じているものと外側のこうなんかみんなが大きくしているものとのちょっと差というか、感じ方が違うってことですか？そうです、そうです。もうオブシオっていうものがなんか一人歩きしちゃってるみたいな、要はルイ・ヴィトンみたいなものがブワーって世界中に行ってる感じですよ、ね、でも私はそんな人間じゃないのになみたいな、でだんだんそのなんかこう国民の皆様が応援してくれてるみたいなのが背負いすぎちゃって、で北京オリンピックの時になんかそれがこううまく発揮できなかったりとか、結果としてメダルとして残んなかったんで、もうそっからガクンってきちゃったんですよね。なんかみんなの気持ちを裏切ってしまったみたいな。いやこれはすごいな。だからコートに立つのが怖くなっちゃって、プレーするのが怖いみたいな、そこまで追い込まれちゃったんですよね。いやこれ僕今の話聞いてやっぱすごい思うのが、その2パターンの僕インタビュアーとしてやっぱりいろいろインタビューさせてもらうんで、
2018年のピョンチャンオリンピックの時に、うんうん、宮原さと子ちゃん、はい、フィギュアの女の子は4位になった時に、はい、あるアナウンサーは、うん、テレビ局のね、これすごい僕も仕事したことある方だから、うん、ちょっと多分アナウンサーとしての言い方でやっちゃった、うん、4位でメダル取れなくて残念な結果ですけどもどう思いますかっていうことをまず言った。で僕はもうそれ聞いた瞬間、うわこのアナウンサーやらかしたかもしれないと思ったら、今度松岡さんがすぐ、宮原さん自分の記録を超えた、おめでとう、うん、これが出た瞬間に、今なんか本当にまさにそのごめんなさいって本人は思ってるけど、外側から僕らはスポーツ好きな人間はそれを僕は称えたいって思ってる人間だし、この今帰りなのかなっていうのを少しやっぱ今感じたんですよ、今塩田さんの話聞いて、インタビューとかされるのもその当時やっぱきつい時もあったんじゃないですか。だからめちゃくちゃありました正直。そうですか。だからその注目がもちろん嬉しい時もあれば、うん、もう本当に今注目しないでって思う時もやっぱりあって、うん、で特にやっぱり、まあ、北京オリンピック前とかはすごいそれこそこうわーって来てたものが、ね、やっぱりメダルが取らなかった瞬間にさーって引くのも分かるんですよ。だからそのもちろん結果が出なかったっていうのはあって、うん、なんかこうでもなんかこうやっぱりその当時はもうメダリストじゃない自分なんて本当に価値がない人間なんだなみたいな、そこまでやっぱり追い込まれてしまうというか、なんかそれが苦しかったですね。今サッカーは年俸を実は出してないじゃないですか。野球は出してる、で B リーグも実は出してるところ、まあ富樫君が1億円やりましたっていうのを彼が初めて出したぐらいで、まあ B リーグとやっぱりこうJリーグはなかなか年俸を出さないっていうところで、年俸を出していくことに対して反対賛成っていうのは、増島さんどう思いますか？僕、出していいと思うんですけどね。出していいと思ってる。むしろ僕はなんかよく新聞に、推定年俸、はい、いや、俺もっと高えしって思ってた。俺もっと高えぞって言いたい。てめえもだよってもっともらってるしっていう感情が強かったんで。はいはい。まあでもそうですね、いろんな選手がいるっていうのを踏まえて出さないと思うんですけど、うん、もうもちろん出てる選手は年俸高いですし、うん、で僕はね全然いいと思うんですけどね、それがプロだと思って狙いとしてはやっぱりそれがあることによって子供たちがそこに目指していく夢が増える要素の一つであればいいのかなっていう思いってありますか？うん、ありますあります。いやそんだけもらえたら僕も J リーガーになりたいとか、じゃあ車こんな車乗ってるってなして、はい、僕もあんな車乗りたいとか、もうそれでも一つの憧れの一つだと思うんで、もっとこうね遊んでる風景を出すわけじゃなくて、はい、こんな生活してるっていう、いやサッカー選手いいよ、サッカー人生っていいよって僕はいろんなところでよく話してるんですけど、はい、それも現役選手が出してもいいのかなって、いやどんどんやっぱ出してほしいと。そう、こんないい生活してるけど出れなくなったらクビになりますよっていうのもやっぱちゃんとやれば、もうそれもプロだし、あんだけ活躍してた選手が次の年プリウス乗ってるみたいな。ああなるほどね。お金払えなくてベンツ乗ってた人がプリウス乗ってますよとか、そういうのザラにいるんで、車乗れなくなったとか、それはもう公にしていいのかな。だからプロとしてそういうことを背負うからこそ高い給料ももらえるんだよっていうところも教えられるってことですよ、選手寿命も短いよっていうのを分かった上で、それも一つの有名な選択肢でもいいのかなっていうふうには僕は思います。それこそこう、まあ、あれだけのチーム数を移籍していく中でやっぱりこの代理人の方からチームの移籍金と契約年数と年俸がこういうのが来てるっていうのが提示される感じですか？移籍金とかは特に話されないですけど、年俸はいくらオファーが来ましたとか、何年契約でオファーが来ましたとか、じゃあ支度金が入りますとか入らないですとか、全部オファーがポンってで、こっちのチームが出す出さないっていうところからまず交渉にしないって言われたらもう話が進まない。そうか、ここは今度チームなんですよね。そう、でもその前に代理人がこういう条件でチームにオファー出したい、いいかっていう確認をしてからチームにオファー出す。はい、でチームがダメって言ったらもダメ。そうか、ハードルはだからこれだけチーム本当に移籍してるけど、本当は移籍ってめちゃくちゃハードルが高い。いや高いです。お金をじゃあ今まで言うとチームよりお金出す、それによって元いたチームは出したくないってなったら、こっちがお金をあげる、でもそれ以上お金をあげなきゃ来ないとか、そうですよね、いろいろあるんですよ。この天秤にこうかけ続ける青天井なんてよく言うけど、いやすごいですもん。あその様子を例えば若い時特にFC 東京さん入って、そこからバンホールさん行くときにやっぱ若いじゃないですか、20歳そこそこで、その値段がこうつやがっていったりとかしたときに、んってやっぱ思ったりしました。いや思いますよ。あ、そうなんだ。柏レイソル時代なんで、
年俸がポーンって上がったりとか、はい、優勝してますからね、その賞金ポーンとか上がって、うん、そこからオファーが来たりとか、うん、俺こんなもらっていいのとかそこでまず一つこうなんかえって僕はなんか本当安い年俸で最初の頃やってたので、はい、上の人たちを見に あれぐらいもらいたいなって金額に到達した時は、うんうん、自分が来たともうすぐ通帳見ましたイエーイみたいな僕外人さんとか、はい、すごい金で来るんですよ、はい、来ますよね。だから助っ人外人ってよく通帳めちゃめちゃ見るんですよ、うん、めちゃ笑うの、みたいな、うわ何それこんなもらっていいのみたいな感じで給与明細とか見てるんですよ、はあ、その感覚は僕もありましただからそれこそ外国籍選手何言ってるのさバスバスってやったりする。いや見せないですけど、うん、めちゃめちゃ笑う喜ぶんだブラジル人とかやっぱこう貧しいところから来る選手が多いから、はいねうん、日本でこんな評価されると思わなかったっていう選手が多いです、うんあそうなんだ向こうではその箸にも棒にもかかってないレベルだからまあでもある程度活躍してきた時にそれでスカウティングが来ますからねでもやっぱそれなりの金額出すから、うん、何倍、うん、5倍6倍なんて普通なんで、うん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 、ブラジル人かわいいっすよめちゃくちゃかわいいんだめちゃめちゃ笑いますね面白いビリビリにしてたまにこうロッカーに置いてあるのビリビリに置いてあるやつをでみんな迷彩ですよねそうで日本人がこうするみたいな見るえでも見たら俺ら多分ショックっていうかやめようって見ないことが多いです選手間同士では大体この人はいくらもらってるっていうのは分かるの分かるまあそれもね代理人がおしゃべりの人とかさ代理の皆さんこれもし見てましたらなぜ告知見てるのおしゃべりのさ代理人がいると あいつはいくらいくらでとか言う人もいるんだよ、うん、だからそれでだんだんこう噂が伝わって、うんうん、いくらいくらってのは分かりますうんすごいな分かりやすくそれこそ今柏レイソルさんが優勝して年俸ぶわ上がりましたとなった時にもう買い物とかやっぱ決めてああもう車買い替えようとかあそういうのはなかったです僕は柏さんなかったんだなかったですねもうそのお金が上がったからこれ買おうっていうスタンスはなかったです、うん僕はもうそのお金が少なくても買いたいと思ったら買うおーなるほどだからうわ賞金いくら入ったからこれでボーンと買うっていうのは一切なかったです、はい、むしろ今欲しくなかったら賞金入っても買わないみたいな あんまりこう波はなかったです、うんうん、そこ貯金に回してるとかってことですか貯金に回してましたあーやっぱそうなんだやっぱ見てたから貯金足りない何も言ってない自分が頑張ったら頑張っただけの報酬が来ましたから、うんうん、そんな悩みなかったですねウェアとかのメーカーとかも自分で個人の契約もあってあったんですよ、まあまたね、これもお金の話で高校卒業してで僕当時アディダス入ってたんですけど、はい、じゃあナイキがナイキ入ってくれよ、はい、これぐらいの金額払うっつって、うんうん、当時年俸以上のあの契約金ですよねちょっとここで聞かせてよもうお二人だけで小宮さんだけ僕いいですかもしでも僕 その当時の年俸からあなるほどねいいですかすみませんえぇーえぇー1年間半だけでってことでしょ、うん、で結果も出さなくていいんでしょその3年契約結果出さなくていいわけじゃないけどまあまあでも1試合出たらまたプラスいくらうん、うん、いや間違えたその金額僕今までぶっちゃけ年収でも恥ずかしいですけど年収でも稼いだことないだそれを提示されたんですでも僕はアディアスずっとお世話になってたんでアディアスさんで行くんでナイキさんごめんなさいってアディアスさんに言いましたはいすごいあのね僕実はこの前あるまあ陸上の選手を取材させてもらった時にその人がまあ契約をしたメーカーさんがってで決め手は何ですかって、まあ、同じようにね各メーカーが来たんですけどそのメーカーさんだけは自分たちのところにちゃんと来てくれて足型を取ってくれたってだけど他のところは来てくれって言われてっていうのを聞いてあそのまさにさっき言った人でちょっとした差があるのかなっていうのも感じました大事ですねなんかありましたちょっとほら契約が満了に近づいてくるとまた対応が違うところが来たりとかしてああチームがどうですかそうチームもそうだしあとその個人の契約のそのスパイクとかメーカーがそうそうそう契約満了に近づいてくるとまた来年もお願いしますねっていうパターンなのか逆にそれを見計らってマシはそろそろ契約切るみたいなからまた行くかみたいな感じでまた違うメーカーが来たりしたのかとかメーカーはそうですねもう僕はずっとアジアスでお世話になりたいって思いがあったので
他のメーカーももちろんあったけど、うん、僕はもうアディダスさんでもう一生最後まで引退しますっていうことで、うん、でもこう断りをして、はい、やってた感じなんで、あ貯金したんですよ。いやそれこそだからほら先輩方を見てて先ほど言われましたけど、まさにほら車払えなくなってる人が出てきたりとか、そういう先輩見てたから貯金を少しずつ回し始めたのか、どうでしたか。僕はもう一切ローン組みたくない派なんです。おー、ローン組まなきゃ買えないものは買わなかったんです。かすけ、今まで全部キャッシュです。キャーすげえ。どんなものも俺は絶対借金はしないって人生で来てるんです。キャッシュマッシュマキャッシュ、ほんとそれだけは決めてるんです、うん、もう絶対人にお金を借りたりしないっていう思いでやった。なるほどね。これで自分がある範囲で生きていこうって決めてました、うん、すげえわ。今の話聞いてるだけでやっぱ J リーグ夢ありますよ、めちゃくちゃ。でも言ってももうすごい人めちゃくちゃいますけど、うん、そう、もらってる人もいますよ、もちろん、うん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 、ある程度、うん、いや、もらってる人やばいですよ。やっぱりやばいと思う、うん、今でも、うん、今引退してもなおさら思う。今引退したらなおさら J リーガーってやっぱ幸せな世界だったなと思います。いや私すごい本当にびっくりしたのが、はいはい、勝利球がまああったりとか。あ、そうですね、言いますね。ゴール球とかもあるもんね。ゴール球があるとか、失点球があるんですよ。失点球、失点球ってあるんですよ。無失点ゼロだったらプラスいくらってあるんですよ、うん、後から振り込みってこと。だからその勝利球に上乗せされるんです。げー、それがあったわけですか。そう、すごいですよね、うん、それこそだから翔さんだって全日本選手権5連覇とかして、はいはいはい、で当時は三陽さんじゃないですか、うん、はい、正社員、正社員です。これが多分みんな今不思議に思ってると思うんですけど、はい、桃田健斗選手がいよいよプロ宣言したから、はい、彼今 NTT から多分離れて、ね、多分契約社員だったはずなんですね、はいはい、でその中で正社員としているんで、うん、仕事は普通にされたんですか。でも出社してましたよ。おお、はい、ちゃんと制服着て。ああ、そうなんですね。で、ね、月曜日の午前中と木曜日の午前中は必ず出社っていうのが決まっていて、はい、2日だけ出社の、ジムみたいな感じ。ジムです。で、しかもそこがなんかスポーツ、あー、ちょっと忘れたけどスポーツなんとか推進部みたいな感じで、はいはい、結局バドミントン部員しかいないんですよ。自分たちの遠征の生産したりとか、あとその会社とかの社内報とかで活動報告をする、はい、なんかちょっと広告作ったりとかっていう感じですね。すごいな、はい、で、まあ、社員さんとしての給料ってもらえてたってことですよね。あ、そうです、普通の。そうです、ね、だから初任給は15万円でした。いや、言ってくれるんだ、これすげえ、はい、マジで、はい、18歳の時、かわいいな今の一言すげえな。かわいいでしょ。初任給15万円 でその初めて夏のボーナスが出たんですよ、はい、で、それも夏のボーナスも多分、ね、20万円ぐらいだったと思うんですけど、かわいいなその夏のボーナスで買ったバーバリーのトレンチコートがあるんですよ。うわうわうわ。でそれを私はもう今38に今年なるので20年間大事に持ってたんですよ。うわ、僕10年間捨てろってずっと言い続けてた。ちょっとよくないですか。松島さん、ひどいでしょ。着てるとこ見たことないし、いつもほこりかぶってるんですよ。でもこれいらなくないって、物が多いからもうこれいらなくないって言ってるのにいや、これはもう初任給で買ったやつだよって、なんかもうそれをリメイクして着るわけでもなく、ただひたすらほこりにかぶったの置いとくだけだからこれいらなくないって言ってのに、いや、これは初任給だからダメみたいな言うから何の意味もないって言って、でもあの時はもう10万円のコートを買うってもうすごい、だってもうボーナスの半分以上使ってるんですよ、うん、はい、でもそれをかっこいいしてますよ。いやー、これ今翔さん聞いてるけど、やっぱその辺のこうなんていうんですかね、やっぱ J リーガーと当時のバドミントンプレーヤーのこうなんですかね、日本でのこの待遇の差っていうのは感じますよね。いや、めちゃめちゃ感じますよ。全然やっぱり違いますし、やっぱアマチュアスポーツとプロスポーツの差っていうのはそこでもすごいあると思うんですけど、うんうんうん、唯一私たちがそれこそ全日本総合選手権で、はい、まあ当時三洋電機に所属してたんですけど、その三洋電機のルールとしてですよ、はい、全日本総合選手権に優勝したら、お給料が、プラス10万円とかってなるんです。そこにちょっと勝利給みたいなのが加わってくると。そうです、そうです。あ、いいな。でも単純に
連覇すればプラス10、プラス10、プラス105連覇したんでしたっけ、ね、5連覇したんでプラス50、そうだけど負けると減るみたいな、うわ負けるとプラス10が次の年は5枚になるだるま落としみたいになってくるんですね。そうです、そうです。でも落ちることなかったんでしょ、まあ、連覇したからプラス50ってことっすよ、そうとかっていうのはあの当時はありました。すげえ。そう考えると当時の普通の社員さんからの目線で言うと、やっぱりバドミントンで強い人はやっぱお金稼げるなって思ってた人もいるはずですよね。そうなんですかね。賞金はちなみに三洋さん投資で、そこから給与として払われる。あ、そうです、そうです。協会から会社に行って、会社からは多分給与として入ってくるっていう感じだと思うんですけど、まあ、各国のねチャレンジ大会とかいっぱい出てる中で、はいはい、それも全部そういう投資方では入ってくる。そうです、はい。すごいなそれ。もうちょっとちゃんとやっとけば私はもっと稼げてたぞ。17年間サッカー人生、もう本当理想通りなサッカー人生だったから、絶対レースを裏切っちゃいけないって思いでずっとやってました。すごいね、すごい。なんかたっちゃんのそんないいコメントの後、私めちゃめちゃ言いにくいです